飯田正明は、日本の実業家。三井政党を代表取締役社長や、政党工業会会長を務めた、神奈川県出身。1971年神奈川、県立湘南高等学校卒業。1977年一橋大学小学部を卒業し、三井物産に入社。1992年マサチューセッツ工科、大学スローン経営大学院修了。 MBA。東京ディズニーランド開園時のアトラクション輸入や、横浜博覧会のイベント開催等を担当し、米国三井物産ゼネラルマネージャー等を経て、2002年、三井物産ロジスティックス第3部長、2004年、物流事業部長、2006年、物流金融機能部長、2007年執行役員、物流本部長、2009年常務執行役員、物流本部長、 この間三井物産ロジスティックスパートナーズ取締役等を兼務。相談役に退いた伊原義隆の公認として2010年6月三井政党代表取締役社長に就任。佐藤需要の減少を受けバイオ技術等による食品素材事業の開発やスローカロリープロジェクトを展開しパラチノースの販売や産学共同研究などを進めた。 2016年、政党工業会会長に就任。農林水産省食料、農業、農村政策審議会選も委員、日本対協会理事等も務めた。ありがとうございます。